はい皆さんお元気ですか今日もご一緒に重要なテーマについて考えてみたいと思います今日の質問ですこういう内容です西洋のキリスト教会はイエスを殺したのはユダヤ人だと主張してきたと聞きましたこの主張は合っていますかつまりユダヤ人がイエスを殺したんですかという質問ですね答えが複数あるんですでこのテーマについていつものように 3つ申し上げますね一番目に確かにユダヤ人がイエスを殺したと言えます、まあ、例えば聖書を読むとですねサドカイ人とかパリサイ人がイエスに敵対しイエスを殺そうとしていますイスカリオテのユダはイエスを売り渡しましたまたユダヤ人の祭司長たちおよび長老たちは 今度はイエスを逮捕しローマ総督ピラトに引き渡しましまたピラトの鑑定で裁判が行われた時そこに集まったユダヤ人たちはバラバを釈放しイエスを十字架につけろと要求しましたバラバを許しイエスは十字架につけると要求しましたこういうふうに見てくるとユダヤ人がイエスを殺したっていうのは事実その通りですしかし 話はそこで終わらないんです。2番目にローマ人がイエスを殺したと言えるんです。ユダヤ人だけではない。ローマ人がイエスを殺したとも言えるわけです。総督ピラトはイエスが無罪であることを知りながら死刑を宣告しました。この十字架刑っていうのはね、罪人を苦しめながら殺す。一番残酷な死刑の方法ですね。 これははローマ人が発明したものででないんですおそらくバビ,ロンがバビロニア人がこれを発明したんでしょうね。しかしローマ人はその十字架形でにあった十字架形を極型にまで高めていったつまり最大限苦しみを与えて殺す方法を考え十字架形を完成させマニュアルまで作っていたんです。 その十字架形にイエスを処したわけですね。ローマ兵たちはイエスの衣服をくじを引いて分けました。そしてローマ兵たちはイエスを十字架にくぎけにしました。脇腹を槍で刺したということも行いました。ですからローマ人がイエスを殺したと言えるわけです。しかしこの話はそこで終わらないんです。まだあるんです。 3番目があるんです3番目に父なる神がイエスを殺したと言えます。これなんですね。私たちが感動するのはこの3番目のポイントです。イザヤ書53章6節私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。 彼っていうのはイエスのことですこういう予言があるんですつまり神の子イエスを十字架につけることを許したのは父なる神だということです父なる神は悪者どもの悪行を用いて私たち罪人のために救いの道を用意されたわけですイエスの死は父なる神が許された死なんです 罪人,罪人たちが受けるべき罰をその身に負った死でしたこれがイエスの十字架の死ですね神は私たちを愛するあまり御子イエスの命を犠牲にされました神の愛に信仰によって応答する人は幸いですねつまりユダヤ人がイエスを殺したんだローマ人がイエスを殺したんだでも究極的には父なる神が イエスを殺したんだそれは私たちを愛するために御子を犠牲にされた神の愛だということそれを信じる人に許しと永遠の命が与えられるんですねこの問いをする以上に大事なのは私はその神の愛にどう応答したらいいかこの問いですねどうぞ良い選びをなさいますようにではまた次の Q&A でお目にかかりましょう oh